としっかりと手のひらを対応させる。でここからダオチュエンゴンに入って下がっていく。で左前の時に流して、で足少し中に絞って、右手が立って左手は横、はい、で足を左足を中に絞って、片足から一歩で、ここは一回出てきた動き、前払って払って、ここで正面に八景じゃなくて、ここから中にギュッと入れて、ここからこっちの方向に発見して、で左足じゃなくて右足重心のまま後ろに引いてきて、ここで独立式から差し込む。この辺からゆっくり入っていきますよ。伸脚が終わって、でここから手開いて、グッと名門を張り出しながら、それを肘、手首、指先まで伝えながら開く。でこう開いたら左足重心乗せて、鼠径部緩めながら開合の方でふーっと閉じていくのと、足を仙骨をグッと収めて上げてくるので、こういう形になる。で足を下ろすと同時に腰に手を持ってきて、こういう形ね。でここから下から持ってきて、しっかり面も張り出す、下腹部、前側も張り出すのと、ここをつなげて、でここで脇腹を閉じる感覚で姿勢立ててくるので、ふっとこの落とす感覚で巻き込んで、こっから、で肘打ちというよりは面でふっと発見する、ね、出てふっと鼠径部緩めて地面に返る、はい、でここで取りながら、こっちこの方向で、こっちは上下、これをで、でこの時にこの上げる力をほったらかして骨盤を上げてると浮いちゃうので、手が上がってきた時にしっかり地面につながる。それで相手です。でここで相手の手首、肘ぐらいの狭い幅、あんま大きくせずに狭い幅でグッと持ってきて、でこれしっかり矢を使って引いてきて、はい、こうやってきたらしっかりと開合で開いて、かいで開いて、ゴールを止める、足を抜いて、鼠径部を抜いて、埋もれながらしっかり軸に入ってして、ここで矢尾で引いてきて、ぐるっと回転させて、ゴールでまとめながら、ふっとここで拳が肘の下に向かって、手のひらはこっち向いて、でここから右足に重心をしっかり、鼠径部を緩めて右足に重心を乗せて手を開いていって、でこの時に後ろに重心乗ってしまわないで、右に乗ったまま手を回転させて、でこの時に足を中にしっかり絞って左足に重心を乗せて、こういう形
この足も少し絞って重心しっかり乗せて、でこの時にできるだけ腕にあまり意識を入れすぎないですね。こうからこういうふうな意識を入れずに、しっかりとここから綿毛から矢尾の回転を通して、綿毛から肘までがつながっている連動で動かして、はい、今ちょっと回数多くやってますけど、奇数回やって左前の時にマッホで終わって流します。この時後ろ重心になってしまわないように、しっかりと左足に残して流し終わってから右足を絞る、そして重心を乗せて肩越しに持ってきたところから斜め前、斜め後ろにスーッと、でこの時に右足を絞る、で手は右が縦、左が横、引き落とすような感じですね、はい、で左足を少し絞って重心を乗せながら寄せてくる、で一歩出して24式の家は本尊のような形でぐーっと出して、矢を張って力を伝えながら乗り切ったら足を寄せていく。で、顔の前を払う。で、右足を開いて重心を乗せていったら、ここでまたしっかりと重心を乗せて、この形。で、足を先に沈んで置いてから重心移動。その時に矢を少し左に回転させて、戻る力で下から手を上げて、そしてぐっと開いて前に重心乗せたままで真下に重心を落とす、はい、でここからぐるっと出してここに中に絞ってここから開く、でここから引き落とすよりも重心こういう風にならないように、前にしっかり重心を落として鼠径部緩めたまま流して、でここまで来たら足を絞って重心を右に移動させて、でこの時気をつけてほしいのは、これ少し向き変えるんですけど、この形で虚歩にできるぐらい、これ足の裏ついててもいいですけど、こっちの足がこの虚歩になるぐらい右に重心をしっかり残して落とします。で手の形は先ほどと一緒、右が縦、左手が横で、こういう形になります、はい、で少しだけ左に重心を軽く乗せて右足を開いたら、そこに乗せ直して矢尾の回転でここに持ってくる、はい、で一歩置いて矢尾の回転ですね、手をこうやって動かしたりせずに腰の回転で導いてここに伸ばしていく、で伸ばして伸ばして伸ばしきったら、両手同時に回転しながら足もこういう回転を加えて向きが変わる、でこの時に左足に重心をしっかり乗せきってください。この時にこの回転の瞬間に後ろにこうやって重心が後ろに落ちてしまわないように、ここから左足に落とした時にずっと左に残しておく、でその残したまんまでそこで片足立ちになって、ではい、これ今まで出てきた動作ですね。でここでしっかり面で打つ、で流す、で肩越しからと押す、で縦回転、でつま先を正面に向けて、で片足立ちから虚で足を置いて、矢を一回左に振って、その反動で大きく腰の回転を使って、で右の足をしっかり絞ってきて、肋骨閉じて重心を守れる、はい、で一回ここで切ってほしい、次から、この運指の動作に入っていきます、はい。